皆さんおはようございます。2020年7月24日、朝のご挨拶です。ごきげんよう。昨日も夜中からものすごい、雨と雷ですね。今、ちょっと小降りになりましたけども、大粒の雨が降ってですね、叩きつけてました。そして雷ですね。本当に自然、これ梅雨のまあ一番最後だと思いますけども、そう、昼過ぎから崩れるところもあるんでしょうね。もうこの天気の崩れは九州南部北部は、それからずっと東の方に、長い時間、続きます。皆さんこれご覧になれますか？今見たんですけど、これセミが雨宿りしてます。これですね。小さい頃このセミ、これクマゼミですかね。このセミを探すのすごく大変だったんですけど、アブラゼミとニンニゼミがいっぱいいたんですけども、この羽の透明のセミですね。本当にこう短い命、地中の中にずっといてですね。そして、こうやって地上に上がってきて、ま、あと少しの命を終えるんでしょうね。で、昨日、塩を一つあげときました。昨日作ったもので、記憶のない海っていう作品ですね。で、これ映画にですね、食材を、モチーフにした映画があってですね。で、その、映画の最後のところにその記憶のない海、まあ太平洋で、綺麗なマリンブルーっていうんでしょうか、コバルトブルーっていうんでしょうか、あの海は私がですね、松木健幸さんや渡辺修さんと一緒に、鎮魂の祈りを捧げに、行った、ペリリュー島で、の海です。ペリリュー島はですね、もう皆さんご存知の通り、太平洋戦争の時に、日本軍のと米軍とのですね、アメリカ軍との激しい戦い、があったところで、私たちその防空壕もずっと手を合わせて回りましたけども、たった200人の島、本当に美しい、こんなもう世の中に天国のような島があるだろうかという、その島にですね、米軍が上陸をしてきて、で、日本軍はその前に住民の人たちを、逃げろと言って逃がすわけですね。で、そしてその1万人を超える人たちが、ものすごい艦砲射撃の中、それから上陸作戦で命をなくされた、53人の方が生き残られてですね。で、その方々もずっとそのジャングルの中とか牧場の中を逃げおおせて、そして生きて帰ってこられたのはその人数だったんですね。で、日本に帰ってこられてからも、非常に苦難なの人生を送られたということで、鎮魂の海なんですね。で、記憶のない海、記憶のない海へ漕ぎ出そうというのは、もちろんそういう戦争の記憶もですし、私たちは日々人に会い、人と別れ、人を愛し、そして時には憎み、時には傷つけ合って、そして生きています。で、その記憶、もうなくしてですね、
すべてに一つとなって穏やかになれたらなっていう思いを書いた詩です。まあ、まさか四季の、作品もそうですけども、作品というのはその幸せな時に生まれるとは限らないですね。苦しくて苦しくて仕方がないという時に、いろんなものが出てくる。その、歓待する文学っていうところで、小野正嗣先生がおっしゃってましたけども、その、人の世の断りの中で、文学がその自分を歓待してくれてるっていうふうに思う時がありますと。で、そんな時に、その歓待の言葉は、嬉しいこと、楽しいこと、勇気、そういったことも多いでしょう。ただ、自分らが抱えているどうしようもない、苦しみ、もう逃れようもない、苦しみ、そういったものをですね、言葉にして、あるいは絵にして、音楽にして、様々な、まあ、芸術にしてですね、そしてそれがその作品に出会った時に、あ、自分はその作品から歓待をされている、祝福をされているっていうふうに思うんだって、NHK のですね、ラジオ、心を読むっていう中で、お話をされてました。まあ私の、詩の作品、政治家としての活動とですね、その、いわゆる詩を作る人間としての活動っていうのは、まあ、同じ人間でやってるわけですよね。別に別人格でやってるわけじゃないんですけども、時々そういったものも作ってきました。まあ小学校の時からですね、担任の先生が詩人でいらしたんで、交換ノートの中で詩を書くっていうこともやらせていただきました。やっぱりどなたに出会うかっていうのはとっても大事ですね。本当にありがたいなっていうふうに思います。それじゃあ今日はですね、まずはちょっとこの災害のことをお伝えをし、そして皆様に昨日のたくさんの結構昨日の記憶のない海っていうのはいろんな方々を歓待したのかなって思って喜んでいます。それじゃあ皆さん今日も良い一日を。昨日二つのこれ、ズームミーティングライブっていうんですけども、やらせていただきました。後半の B については、そのこと、それから、命の選別、昨日食卓殺人のニュースがありましたね。本当に、とんでもない話でした。ああ、ライブ見てくださいましたか。ありがとうございます。あそこに出てくださる方々、すごいですよね。A さん、顔も出していただいてですね。皆さんがマスクされてたから、私もマスクする必要全然ないんですけど、しました。私のところだけ顔が暗くて、で、映画とか、公共曲を作ってる息子が、お父さんこうやったら、顔明るくなるよって昨日、終わった後に言ってくれました。レフ板の原理なんですね。光っていうのは、点になるときつい光になるんだそうです。面でやると柔らかくなるそうですね。やっぱり芸術をやる人は視点が違うなと思いました。まあ、子供のことを言うと後で、そういうのは言うなって怒られるんで、この辺にしておきます。それじゃあ、後半また B でお会いしましょう。どうぞ良い一日を。ごきげんよう。ありがとうございます。